はい、どうも私でございます。本日も龍が如く極みエピソード0ですね。続きやっていきたいと思います。キャバクラの支配人になっててんやわんやして1日目を終えたところですが、マーズがね乗り込んできましたね。早速だから約束通り結論を聞きに来たよ。どうだこの店が売り気になったか。1日も経ってないんだけどね。しかも今からいい感じになってくるとかね。答えはノーだ。そうか、オンビニさん全く買ったのに残念だと。おい、お前ら。ん？こっちではケツボツはおらんのか。この別れじゃね、世の中の厳しさを教えてやる。おい。く、最後は暴力解決か。この卑怯者。しかも娘さんのねアキレス腱も握られてるか。何度でも言うがいい。イエスというのが早いか死ぬのが早いか楽しみだな。やれ。おい。これ。ちょ待てや。こっちケツ持ちおるか。なんだあんた。支配人っすよ。でも多分グランドの支配人って知らないんすかね。俺の目が黒いうちはうちの店で勝手なことさせへんで。そうね、うちの店やからねもう。やね、なるほどね。確かに無能なヨータかな。あ、店を続けより他の誰かに託したら賢明かもしれないね。なかなか喧嘩なりしてそうな男らしい。用心棒を兼ねてるってわけだね。バカなり考えたね。感心感心。どうしますよ、こいつぶしりやっちゃうつ。いや、こいつらがどう悪いってのか少し興味湧いてきたよ。潰すのはまた今度にしてやろうと。なるほどね。命拾いしたねと。逆にこっちで返り討ちできたけどね。じゃあどうや。お前ら汚い手を使って支配なんて俺がぶち壊したらで、そっちこそ覚悟しいで。生きがっていられるのも今のうちだ。バイブとあまり舐めないことだね。ありがとうございました、真島さん。本当だったら、真島さんがいなかったら今日が最終営業日でしたからね。気にすんな。本当は高いこれからやと。またこの店を立派にして、あいつに対抗できるようにしないとなと。二人入ったしね。店の営業したいときは私に声をかけてくださいね。お時間のあるときで構いません。本業の方もあるから、つきっきりで免許を見てるわけじゃないけれども、今があったらちょくちょく来るようにするわと。いや、つきっきりやで。つきっきりですよ。ふふ、真島君、面白くないそうね。これ誰だろうね。ナンバーワンの引き抜いた子かな。山田藩が俺にキャバクラ見とき言うたわけ少し分かったような気するわと。確かにだいぶ時間食ったね。時間食ったけど、ちょっともうちょい行こうかな。ちょっとキャバクラ経営を頑張ろうかな。この中でセーブできたら一番いいんだけどね。勝手に中に覗いて女の子が、あ、やっぱあったわ。そらあるよね。セーブしてと。ちょっともうちょっと経営を、ここの経営を頑張りたいのよ。するちょっとここを頑張らない。2人入れたからちょっと教育もしないと。お酒を飲むのが好きな人がいたよね。体力が減ってでレッスンしないといけない。これゆきちゃん以外にレッスンってできないってことなんすかね。遠藤さんが怒ってんすかね。提携可能点が増えてます。ドレスアップが悪いね。ドレス変えないと。変えたらどうなるか。ゴージャスな方がいいんですかね。あーでも金に物言わすか。金に物言わした方がいいんですよね。これしょぼいね。
と待ってくださいね。セクシーさはこの子はないんですよね。こうなってくると違う店、ちょっと安っぽく見せたくないんですよ。ここら辺かな。ちょっとロングホルダー行きましょう。ゆきさん、ゆきさんが成長です。だいぶ違うこれで。あー全然違うっすね。ウィッグってこと、揚げじゃない、幅広い。そうか、これは違うっすね。あーポニーテールもいいっすね。ポニーテールにしましょうか。めっちゃ金かけてますけどね一応。あでも黒がいいね。ミキサーは黒です。めっちゃ金かけてるけどさ、いいのかな。超お金かけてない。困り眉にします。ちょっと困り眉にして、まつげとかさ全然わかんないんだけど、ちょっと色変えます。逆にマイナスになる気がするんですけど、アイラインちょっとなんか地雷メイクみたいになる気がするんですけどね、アイライン入れると。あーでもやっぱアイシャドウ貼るとアイシャドウはやっぱありですよ。けばくなっていう気がするんですけど、センスがないですからね。カラコンはいらないか。チーク、ちょっとチーク入れましょう。全然可愛くなくなっていってる。リップ入れとかんと。なんか前最初の方が良かった説。めっちゃ金かけましたよ。めっちゃ金かけてもうだ。あーちょっと香水をつけてた方がいいよね。あんまねネイルぐらいしとくか。ピンクしときましょうか。指輪とかこんなつけなくていいから。ゆきさんにちょっと金かけた、かけすぎたぐらいよ。誰って言いたくなる。元がないんだけど。なんでこれ他の人ができないの、初期メンバー編成。遠藤さんとかも揃えたいんだけどさ、キララさんと2人入ったからさ、梅さんと。これってあーそっか、一番上プレミアムキャストしかできないのかな、もしかしたら。あとゆきさん以外にもドレスアップとかしたいんですよ。じゃあまあゆきさんの接客練習を頑張りましょうか。ゆきさんに稼いごも、いや前の方が良かったな。前の方が良かったんじゃないか説だけど、はい、前の方が良かったぞ。ねえゆきちゃん、また緊張しとるんか。これは無茶ぶりですって。前の方が良かったな。やっぱ余計なことしないことですね。さあちょっと髪型が悪いのかな、うん、ちょっとポニーテール変えようか。放送の勢いでゆきちゃん、でもから俺もお客さんやと思って会話しておくけど準備はいいか、はい、ゆきです。まずはよろしくお願いし、しますしまっする、マッスル、やーかパワーでいく、やーかパワー。いや前の方が良かったら、髪型が悪いのかな、メイクなんですかね。さて今日もトークで進行を深めていこうか。じゃあそうやな、あんま興味ないけどゆきちゃんの好きなタイプ。確かに前回聞いてなかったね。なんて答えがいのない質問の仕方。会話練習なんですから、ちょっとは真島さんも私が楽しく話せるように。いやいやいや違うよ、この考え方が違うんですよ。僕そっちが気使ってこっちが気使うのおかしいから一応言っとくけど、
お金払って女の人に気使うっていうのは僕あんまり理解はできないですね。はいはい、でどんなタイプが好きなんや。そうですね、私王子様か。王子様みたいな人がいいです。ああ青汁王子、青汁王子しか思い出せない。王子って言われて堂本光一とかなんですかね。堂本光一も古いですかね。セクシーゾーンと優しくて背が高くてハンサムで髪の毛サラサラ、赤、私のことを大事にしてくれていやもう白馬が似合う人がいいな。ダメです。なんてそんなことを言う。あーどうしようかな、これこのままどうしてもさ、ちょっと待ってくださいね、これさこのままこの頃やる気を休んだ、あだけどそれに合わせてお金を落としてくれるかもしんないから。俺もや、さすがお上手。まさか安嶋さんに分かってもらえるとは。いや、やっぱそうだね、この子に説教してもしょうがないから、この女の子にゆきちゃんの気分を上げるような話がいいね。やっぱ夢や理想を大きく持った方がいいからなと。そうですよね、私は高い理想を追いかけたいです。確かに、でもそんな人全然いなくて。確かにねやっぱりハードル高すぎるのかな。いやでもここで働いてたらそういう人に出会えると思うよ。確かに23です。23か、そうそうか、年齢がネック、赤。そんなに塞ぎ込まないでくださいよ。何が悪いのかな、髪型ですかね。もう一回これで行ってみるか、これで売り上げが上がるか下がるかですね。それともゆきちゃんって意外と夢見る乙女やな、驚いた。無垢な感じで行きたいんですけどね。そう言うだけだったらただですからね。確かに私中学なるほど女子校だったんで。大学まで女子校なんだ。理想の王子様を思い描いてたんですよ。中学も女子校、そりゃそうなるか、なるほどね、まあそこはそうか。いや全然いい、すいません、全然大丈夫です。もしかしてやっぱり私、いや結局で見るのは何だったら、ゆきさんしかうちの店稼いでないからしますか。だ残りの2人にちょっと説教しないといけないぐらいだけど、昨日100万稼いだんだけど、この際ですし聞いておこうかなと。いやいやいや、私が接客下手なせいでナンバーワンやし、みんなの足を引っ張って他の人の3倍売り上げ上げてますからね。なんとはちょっとあのせん、あーいろんな子がおってと、いろんな子がおって、そうね、本当全員美人、可愛いとか綺麗とか話が面白いとかお酒が飲めるとか明るいとか、そういういろんな人がいることに意味がありますからね。え、盆栽も好きやしね。そのお客さんと上手におしゃべりできるに越したことはあらへんけどな。確かに無垢な女の子ってのが、正直無垢っていうのが守りたくなるって言いますからね。だからアイドルとかも無垢で売ってるってのもそういうことらしいですよ。そうでしょうか。無垢な女の子を守りたくなって、その人にお金を使うっていうのがアイドル業界とからしいですからね。こうせからアイドルニーズに応えためにゆきちゃんみたいな子もうちの店に来てもらわんと困るっちゅう。そうね、確かほんとそうよ。なんですか急にそんな優しくなっちゃって。真島さん熱でもあるんですか。熱あるかもしんない。冷えピターランと。いや、いつもみたいに罵られると思ってたんで。なるほどね、あんまそう言うとね、レコーダーやってて、ありがとうございます、訴えられたらこっちが泣くね。動物だけの足だと思うけど、ゆきちゃんに彼氏などできたら一体どうなってしまうの。確かにあるよ。わからないですよ、明日にも確かに白馬の王子様が私のことを迎えに来るかもしれないじゃないですか。そう思っとかないと現実なんだからね。迎えに来るとはいいな。なんて感情のこもってない言葉。よくそういうのに気づくんだよね。ちょっと慣れてきましたね、ゆきちゃんの扱い。彼氏か、いざ自分が付き合うのを想像してみるとなんだか面倒くさそうですよね。盆栽命か。え、あ、だから白馬の王子様。確かに白馬の王子様なんか彼氏にしたら
きっとなおさら面倒くさいんじゃないですかね。確かにね、嫌なところを見たら一気に冷めるってやつですよね。デートの度にお化粧や服に気を使わなきゃいけないですし、そもそも相手とどんな話をすればいいのか。確かにね、ファミレスとか行けないね。あ、好きなら頑張れるのではにするか。好きならめんどくさいのも頑張れるんじゃないか。そうね、ゆきちゃんのね、こういうこと言うと喜んでくれると思うんですけどね。そんなこと言うだなんて。言いますよ。いや、真島さんが急に素敵なこと言うからびっくりしたんですよ。ちょっとね、ゆきちゃんがこういうこと言うと喜ぶってのはちょっと分かってきた気がしますね。まったく、これも仕事なのよ。ちょっとドキッとしちゃいました。あのゲージをマックスにしたいね。一生の不覚です。一生の不覚、痛恨の極み。マックスにしたいけどもう終わりかな。しかしゆきちゃんは変な女やな。どこがですか？そこに気づいてないってのが変って言うたらんとね。大井坂が好きとか言い出したかと思ったら突然好きなら面倒くさいって言い出す。盆栽してる。まるで乙女チックな皮をかぶったおっさんみたいやな。怒るかな。何ですかそれ。おっさんだなんてひどいです。おばさん。せめて、この子伸びるよ。この子ちょっと可能性の塊なんですけど。私そんなに恋愛に飢えてないだけです。なるほどね。何なんだろうね、働いてる理由ってのがそういうことなんですかね。証拠証拠って言ったから勉強して弁護士目指してるもあるか。恋愛語ってるとこ悪いけど、そもそもゆきちゃんって恋愛したことあるんか。付き合ったこと実はないんとちゃうか。付き合ったことくらいありますよ。佐藤くん、鈴木くん、田中くん、田中くん、上位3名ね。ああ、どっち、せめて下の名前で嘘すぎてって言ったらさっき怒ったから、ちょっと乗っかろうか。乗っかるのがいいと思うのよ。そっか、説教っぽくなったらダメな、気強いから。そうなんですよ。乗っかったら結局自分でオチを落としてくれるんですかね。どうしたんや。なんか自分で嘘ついてて悲しくなってきた。いや、だったら最初から言わなきゃいいのに。怒った方がよかったのかな。やっぱりか。まあそれくらいうぶな子が好きな客もたくさんは。確かに、ほんとよ。いや、伸びるで、ゆきちゃん。そうですね、前向きに頑張ります。あ、怒った方がよかったのかな、さっきのは。さっきのは怒るのが正解やったんですね。じゃあ、あいつはこんなところやろうか。お疲れ。グッドレッスン。と最後のがダメでしたね。いや、そっか、ゆきちゃんのレベルが上がりすぎて。他の子のさ、ゆきちゃんしかできないんですよね。ちょっとか、まあ、一回これでいってみましょうか。ちょっとこれでいってみましょうか。ちょっとゆきちゃん、金持ち、お金持ってる人にゆきちゃんだな。ちょっとゆきちゃん温存しといて、他の女の子に経験済まして、でお金持ってるって人だけにゆきちゃんポンって言った方がいいのかな。一番一般か。じゃあまずちょっと遠藤さん行きましょうか。よろしくお願いします。お願いします。遠くが得意なのが誰かってのが分かってない。ちょっとね、ゆきちゃんまだ早い。こんな言うてたらさ、誰も来ない可能性あるんだよね。起きた。次はパーティーか。パーティーはもう波子さんですよ。トラブル、どうした。駆けつけないと。トラブル、すみません。どうしよう。お引き取り。女子カバー、女子カバー。なんでこんな怒ったの。なんで。ご機嫌ですね。ちょっと新人
梅さん、お待たせしました。すごいタイプだよ。あ、ほんまですか、よかった。さっきお帰り願った人じゃないの。スキル、スキルか。スキルといったら奈美子さん、奈美子さん行きましょうか。どうも。あー、ちょっと合ってないか。合ってなかったらすぐ変えた方がいいのかな。あ、でも機嫌よくなったかな。いや、ちょっと変えよう。遠藤さん行こう。あー、よしよしよし、これだ。ちょっと会ってなかったらすぐ変えた方がいいですわ。いらっしゃい。どうぞ。お会計です。貧乏か。ちょっと一回もユキさん使ってないけどいいかな。あ、ビリ押しよ。これ OK、 ここ OK ですね。ここ手堅いね。時間がないのにユキさん使ってないのいいかな。ちょっとユキさん、次来たらユキさんですね。ユキさん温存しすぎとるわ。スキルね。あー、もううちのユキさん、うちのナンバーワン、ありがとうございます。うちのナンバーワンいきます。ありがとうございました。でしょ、かわいいでしょ。もうユキさんでガンガン行きたいんですよ。こうガンガン行ってくれる。やった、ボトル、ういっす。お願いします。お願いします。レディグラ、レディースグラス、ありがとうございます。レディグラ入りました。グッドボタンしないといけない。失礼します。グッド、お願いしますって言ったらすぐ行かないといけないですね。グッド、さりげなくさって手を挙げてくれるから、グッド。これが最高です。ありがとうございます。いらっしゃいませ。3番、ありがとうございました。ちょっと待ってね。パーティー気分、ロングコース。パーティー気分といったらうちはもうナミコさんですよ。すごいタイプ、面白いから。基本的にユキさんで行きたいんですけど、ユキさんで行けるだけ引っ張ろう。お願いします。これ行け。ご延長はいかがですか。ご延長行かないと。ああ、まあ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 、まあ、全然 OK。 お願いします。うい、メニュー、メニューに違った。メニューじゃなかった。ごゆっくりと。サインが何か分かんない。トークか。トークといえば、まあ、でも時間ないからユキさん入れときゃいいっすよね。あ、これユキさんじゃないわ。しまった、ちょっと待って、時間がないのよ。時間がないのよ。正直ここと、ユキさんを変えた。ユキさんに行こう。お待ちしてました。いいね、いいね。いいでしょ。じゃあ、あんま人来なかったな。切るか。キララさん行こう。盛り上がっていきましょう。うーんか。変えよう。変えよう。梅さんに行こう。いまいちか。ちょっとここだけはピンチなんですよ。こっち変えないといけない。あんまどっちも変わらんけどな。ダメか。じゃあこことここを変えるか。でももう時間ないからね。難しいわ。ボロ儲けなんですけど、ユキさんがあんまレベル上がらんくすね。もうちょっとみんなで回さないとダメですね。ありがとうございました。もっとみんなで回さんと。めっちゃ面白いんですけど、もう普通にこのゲームになってます。キャバクラゲームになってます。今日全員来ていると。ドレスアップってなんでユキさんしかできないんですかね。ちょっとね、髪型がイマイチなんですよ。急セクシー度が上がるのか。これだったらビューティーダブルになるんですよ。ミディアムかな。上げ負けもビューティー20なんですよね。ミディアムかな。
ミディアムにしましょう。ポニーテはイマイチでしたわ。梅さんは個性のないところは個性と言い張る。好きなことは無難。キララさん、喋り方がセクシー、ディスコで遊ぶことが好き。なるほど、だからキララ、ナミコさん、この顔、ナミコさんとキララさんがはしゃぐ系ですね。で、イブチ銀無難か。はあ、ははあ、なんとなく分かってきたぞ。銀メンバー編成はこれでいいんですよね。ドレスアップがユキさんしかできないのが悔しいんですが、最高、ちょっと練習しないと。やっぱこっちの方がいいね、髪型は。はい。ん？お、だいぶ慣れてきたやないかい。もうちょっとこれ、なるほど、マジマのネギアン好きになっとるか。はい。だいぶ変わりましたね。まだまだやな。それじゃちょっとメイク濃いか。はい。今日も寒いな。そうですね、寒いですね。来た、オウム返し。あかん、結局こうなると喋れないのか。ゆきちゃん、最近は接客にだいぶ慣れてきたとは思うけど、まだ自分から話題を振るまではいかんようやな。だけどナンバーワンやからな。すいません。いや全然、まあ、稼いでるからね。何か喋らなきゃとは思うんですけど、何を話したらいいかが分からなくて。だけど金稼いでるから、ね、そうやな。なぎないことでね、天気の話で最近あった何で立ち捨てとでしたっけ、なんかありますよね。ただ自分は聞いてほしい。なるほど、聞いてほしいことか。 なるほど、何気ないことですか。ああ、まあ共通するような話がいいけどね。じゃあ今日ゆきちゃんがお客さんに自分から話しかける練習。話しかける一番いい手段は質問。まだ俺お客さんと思って、なんで、まあ質問ね、王道ですね。はい。真島さんは、おなかなかの変化球ですね。お寿司のネタでは何が好きですか。やっぱ赤身じゃないですか。縁側ね、女の子も縁側好きです。真島さんも縁側好きなんですか。女の子って本当縁側好きですよね。縁側かサーモンの二択ですからね、基本的には。うん、女の子本当縁側好きですよね。小さい頃よくおじいちゃんとお寿司食べてましたから。あ、でもお寿司の質問してるってことは自分もお好き好き好きってことはほぼ確定ですよね。ありえるね。この子金持ちなんじゃない。実家の裏の山とか私の家のものだったらしいです。これ区画整理ってたら全部行かれてるで。これあるよ。でもそうね、女子校、女子中、女子校、女子大、自分の力だけで生きてますからね。感動祭とか抜け出したのかもね。いいね、カッパ巻きしか食べれてないから一緒にお寿司食べたいから連れてってっていうような、この同伴に持っていくパターンですね。え？いいよ。相手に質問を投げかけたら、相手、自然と相手はそれに返事してくれるやろ。開発では難しいと思うので、まず質問をしてお客さんに喋らせたらええね。確かにね。あんまり相手のことばっか聞いてってのも良くないですけどね。勉強になります。やっぱ実践で覚えていかんとね。じゃあ真島さんってこういう仕事されてますけど、奥さんに怒られないんですか。奥さんいないわ。いや、そもそも結婚してへんで、ゆう気ままな一人暮らしや。男の人の一人暮らしって全然想像できませんね。なかなかちょっと成長してますよ。真島さんは料理とかするんですか。料理しない。ヘルシーをしてますよ。ヘルシーと圧力鍋って入れるだけです。外食とかインスタントばかりだと栄養が偏りそうですね。マジか。肉じゃがとか差し入れましょうか。いや、この子伸びるで。この子伸びるよ。
ちゃん伸びるわ。はい。それにしても男の人は肉じゃがに弱いって作るの大変だよ。作れるの、ちなみに肉じゃががいい理由ってのは、なんか肉じゃがを作る時間がかかって、その時間を作ってくれる時間に比例してるから愛情を感じるみたいなことがね。何やと？そういうことらしいですからね、はい、恋愛ハウツーブックに書いてました。男の胃袋は肉じゃがでつかめって。肉じゃが作るの大変なんだよ。作れるでしょ、正直。じゃがいもの皮剥くのも大変だしね。あ、私がハウツーブック読んでるなんて。いや全然、だってお客さんもキャバ嬢とかお水商売の女の子を口説く本とか読んできてるからね。お互い読み合ったらどうなんですかね。言わへんって。お互い読み合ったらどうなんだろう。ん？少しずつだけユキちゃんの性格もだいぶ形になってきたんやないか。そうですか。でも私がちゃんと話せてるのは相手が真島さんだからな気もしますよ。まあイケメンだしね。それこそ真島の五郎さんは王子様系よね。やっぱり見知った中の人と、確かにね、顔見知りとね、全然違いますよ。まあそうや、うん、俺が客として指名したろかって言ったりますかしまくったろが。え、どういうことですか。あれちょっと繋がらないか、喜ぶかなと思ったんだけど。ゆきちゃん俺とやったら普通に話せんやろ。やったらゆきちゃんが担当する役は全員俺やったらええ。いや理屈はわかりますが、あか、何がなんだか全然わかりませんよ喜ばれるかなと思ってちょっと気使ってみたらダメでした。真島さんがこの店でお金を使ってその利益が真島さんに入るわけですよね。あか、意外と頭いい。意味なくないですか。頭いい。税理士目指し、税理士か会計士目指してる説。あ、冗談だったんですか。そうですよね。すいません。いや、ちょっとこれトラブルが発生したら泣くな。本当に真島さんがいつもお客さんだったら、ちょっと。ああ、確かに。縁側。その時は、いっぱい高いものを注文してくださいね。結局自分の金に返ってくるけどね。そう、なんか頼んでって言わないと。ん？おっと、そろそろいい時間やな。最後に聞きたいことあるか。会話の流れとか無視して何でも聞いてええで。そうですね。あの、その真島さんは私のことどう思いますか。いや、ナンバーワンですよ。え？ナンバーワン。で、どういう。この店で働いてる私のことどう思ってるか知りたいんです。いや、もう頑張ってる思うで。可愛いのが嬉しいんかな。可愛いに行こう。あんま表面を褒めたことがないからね。あ、いやいや、あ、そういうんじゃないですよ。難しいな。やっぱ頑張ってると思うでのが良かったのか。あ、そっちか。はいはい。あ、うん、頑張ってる、働いてる、うん、どうちゃうか。なんですかその反応。ちゃんと正直に言ってます。あ、うん、おう、もちろんや。なん少し動揺してもしもたよみたいや。変な真島さんですね。なかなかこう会話が。今のは失敗したね。頑張ってるみたいやなのが良かったのか。疲れ。さあどうだ。ノーマルか。ちょっと最後の質問のが良くなかったっすね。あの質問をちゃんとしておけば最高。ちょっとゆきさっきゆきさんを出し惜しみしてうまくいかなかった気がするんで、ガンガンゆきさん最初に入れといて、で途中で他の人を返すか。だから一番最初の入りはゆきさんにしときゃいいんですよ。また来ちゃったよ。また来ちゃった。まずゆきさん、とりあえずゆきさんいるときは、ダメ。ゆきさんって怒られることがあんの。この人って前誰と喋ってたっけ。やめてんの。申し訳ございません。お詫びの品いたしますので。危ない。
機嫌ちょっと直そう。ごめん、ナミコさんで。違うか、ラブだから誰かが好きなんですよね。もうまたや、またトラブルや。お待ちしてました。ちょっとトラブル、あ、ここ変えないと。誰を好きよ、よろしくお願いします。誰を好みよ。ダメか。いらっしゃいます、ごゆっくりどうぞ。来た、ういっす。もうこれはこれはこのままや。パーティー、パーティー任しとき。いらっしゃいませ。パーティーといえばナミコさんです。めっちゃこいつキレてるんですよ。ほっとくか、一回キレたからね。いらっしゃい、お願いします。お願いします。はい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 。何あれ、灰皿？こちらにありがとうございます。あのなんかハートマークっていうか丸したのは灰皿なんだ。灰皿、失礼します。わかんないわ。あのなんかサインで作ってるんだね。知らなかった。グッド、あ、手挙げた。グッズグッズ、スキルね。スキルがあるんだったらキララさんかな。梅さんはスキルじゃないもんね。お願いします。はい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 、ガンガン行くね。灰皿ね、灰皿構成覚えました。ようこそ参加、どうぞこちら。お、入った。パーティーか、パーティーだった。パーティー出払っとんだよね。お願いします。パーティー出払っとんのよ。ご延長、ちょ、延長聞かないと。ありがとうございました。ああ、基本的にやっぱ延長って言ったら断られるな。ちょ、ナミコさん行こう。ありがとうございます。忙しいけど、もうちょっと貧乏だから。貧乏、貧乏、楽しませてくれよ。貧乏はあ、トラブルが多いな。女の子、これ女の子態度が悪い。ようこそ三社へ、ごゆっくりと。ここがね、あんま良くないのよね。はい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 、ちょっと延長。ご延長はいかがでしょう。ありがとうございました。延長全然失敗す、うまくいかんな。ちょっと待ってね、ゆきちゃん行こう。ようこそ三社へ。困ったらゆきちゃんいるときは問題ないから。ここはね、あんま良くないんですよね。遠藤さん行きましょうか。かわいい。おー、来た来た。いいよ、流れがいいっす。ナミコさんの体力がわずかか。じゃあナミコさんとキララさん変えようか。ナミコさんがちょっと疲れとるから、ナミコさん休ませよう。お待たせしました。お待たせしました。お願いします。ちょ、延長。ご延長はいかがでしょう。延長、ありがとうございます。毎回延長毎回延長断られるんだけど、延長は無理なのかな。挨拶してた方がいいか。したらリピーターになってくれるかもしれないもんね。お願いします。はい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 、ご延長はいかがでしょう。ありがとうございました。ちょっとありがとうございました。ありがとう、ありがとう、人がおかけ。変に延長進めないで、ありがとうって言っとこ。したらまた来てくれるもん。パーティー、キララさんかな。すごいタイプだよ。でしょ。あと、ごめんなさい梅さん。もう多いわトラブルが。こういうのはサービスされ喜ぶから。梅さんチェンジやね。梅さんチェンジです。ゆきさん、でしょ。もう知っとんね。遠く遠く、あ、梅さん行こうか。忙しいのよ、うち。梅さんの体力がないか。今来たばっかだけど、梅さん体力ないよね。えんちゃんで、忙しいわ。おしぼりか。あの手出してるのは何なの。メニューってことか。わかんないな。ショートコースだ、もうナミちゃんしかいないわ。赤、
ダミさんで怒った。おかげ、はい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 。忙しいのよ。ありがとうございました。もうこれありがとうってつけば間違いないんですよ。もう使えるから。とね、ここね、ケラさんの交代。愛知だな。あ、いまいちか。もう時間ないっすよね。うまくなってるのかなと思ったんですよ。あ、いいね。プレゼント代ってのはあれですよね、場を収めた代ってことか。もう見てください、これ雪茶一本勝負ですから。うちはありがとうございました。だいぶ増えましたね。めっちゃこのキャバクラ、キャバクラのが面白いんですよ。キャバクラゲームとかしてます。じゃあ今回はここで終わりましょうか。最近キャバクラ経営しかしてないってストーリーが済んでませんけど、まあこれも龍が如くの楽しみなんじゃないかなって思います。それでは次の動画でお会いしましょう。